衝撃の真実。長瀬廉と高橋海人が語るナンバーアンダーライン愛の正体。元キングプリンスメンバーの意外な再会。涙と感動の裏側とはキングプリンスの長瀬廉と高橋海人が出演したテレビ番組 w i ミ m u s i c での一幕が多くのファンに感動をもたらしました。この番組で彼らは、 元メンバー3人が新たに結成したグループナンバーアンダーライン愛について初めて言及しました。長瀬は見させてもらっています。かっこいいとコメントし、高橋も本当大好きな兄貴分みたいな感じなので毎回楽しく見させてもらっていますと笑顔で答えました。この発言は多くのファンにとって大きな驚きと喜びとなり、ネット上では心はつながっているんだね。感動した。 という声が多数上がりました。現在、キングプリンスは長瀬恋と高橋海との二人体制で活動しています。彼らは初めて二人体制でシンデレラガールを披露しました。かつて平野が担当していた歌い始めの部分を二人で歌うことについて、長瀬はせっかくだったら二人で歌おうとと語り、高橋も一緒だと力強いと述べました。二人になることで、 パフォーマンスや歌のパートが増え、自分たちの意識も高まったと感じています。また、二人はファンの前でのパフォーマンスを通じて、二人じゃないじゃん。全然、みんないるじゃん、と感じることができたと語っています。この発言から、ファンとアーティストの絆がいかに深いかが伝わります。彼らのファンは、グループの変遷を見守り続け、応援し続けてきました。この絆が、 彼らの活動を支える大きな力となっています。さらに、今年5月23日、キングプリンスは設立6周年を迎えました。この記念日に、彼らはキングプリンス株式会社を設立し、株式会社スタートエンターテイメントとのエージェント契約を締結したことを発表しました。この決断は、彼らが自分たちの活動に対する責任を持ち、自主的に進む道を選んだことを示しています。 このエージェント契約によって、彼らは元メンバーの話題にも自由に触れることができるようになり、ファンとのコミュニケーションもよりオープンになりました。ウィズミュージックでのうどうゆみ子アナウンサーの質問に対する反応も注目されました。彼女は、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを見たりされるんですかと質問し、長瀬と高橋は声を揃えて、もちろん、と答えました。このシーンは、 彼らが元メンバーへのリスペクトと愛情を持ち続けていることを示すものであり、ファンに大きな感動を与えました。この放送後、ファンの間では様々な反応が見られました。見られてよかった、泣ける、心はつながっているんだね、といった感動の声が多く寄せられました。また、うどうさん、ありがとう、ナンバーアンダーライン愛にも、キングプリンスのことを聞いてほしい、といった意見もありました。 ウドうアナの質問がファンにとって重要な情報を引き出し彼らの絆を再確認する機会となったことがわかります。長瀬と高橋は二人体制になってからの新たな挑戦を続けています。彼らはパフォーマンスや歌に対する意識がさらに高まりファンとの絆を深めています。これからも彼らの成長と活躍に期待が高まります。ファンは彼らの新たな挑戦を応援し続け 共に歩んでいくことでしょう。キングプリンスとナンバーアンダーライン愛の物語は、友情、絆、成長をテーマにした感動的なものです。元メンバーとの関係を大切にし、ファンとの絆を深める彼らの姿勢は、多くの人々に感動を与え続けています。今後も彼らの新たな挑戦と成長を見守り、応援し続けることでしょう。最後に、 あなたはどのように彼らの物語を感じていますか彼らの新たな挑戦にどのような期待を抱いていますかぜひ、あなたの感想や意見を聞かせてください。このようにキングプリンスとナンバーアンダーライン愛の関係は、単なる同僚や友人以上の深い絆で結ばれています。彼らがそれぞれの道を進む中で、お互いを尊重し合い、励まし合う姿勢は、多くのファンにとっても大きな励みとなっています。 この関係性が彼らのパフォーマンスや楽曲にも反映されており、ファンはその一体感を感じ取ることができるのです。一方で、彼らの活動はエンターテインメント業界における新たな挑戦とも言えます。特にキングプリンス株式会社の設立とエージェント契約の締結は、彼らが自主的にキャリアを切り開いていく姿勢を示しています。この決断は、 彼らが自分たちのアートとビジネスに対する完全なコントロールを持つことを可能にし、より自由な創作活動を行うための重要な一歩となっています。このような背景から、キングプリンスとナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、それぞれが異なる道を歩みながらも、常にお互いを気にかけ、支え合う関係を続けています。彼らの絆は、ファンにとっても大きな感動をもたらし、応援する理由となっています。 彼らがどのようにして今の位置にたどり着いたのか、そしてこれからどのような道を進んでいくのか、そのストーリーはまさに感動的であり、エンターテインメントの枠を超えた人間ドラマとして多くの人々に影響を与えています。また、長瀬と高橋が番組内で見せた態度は、プロフェッショナリズムの象徴でもあります。彼らは自分たちの過去と向き合い、それを乗り越えて前進し続ける姿勢を見せました。これには、 ファンだけでなく、同業者や業界関係者からも多くの賞賛が寄せられています。彼らのような態度が、他のアーティストやグループにとっても模範となることでしょう。彼らが現在取り組んでいるプロジェクトや活動も非常に注目されています。新曲のリリースやライブパフォーマンス、さらにはメディア出演など、様々な場面で彼らの成長と進化を目の当たりにすることができます。これらの活動は、 彼ら自身のキャリアだけでなく、ファンとの絆をさらに強固にするものでもあります。さらに、彼らがエージェント契約を通じてどのような新たな展開を見せるのか、今後の動向にも大いに期待が寄せられています。特に、彼らがどのようなクリエイティブなプロジェクトに取り組むのか、どのようなメッセージを発信するのかについては、多くのファンが興味津々です。これからも彼らの活動を中止し、応援していきたいと思います。 キングプリンスとナンバーアンダーライン愛の物語は単なるエンターテインメントの枠を超えた深い人間ドラマです。彼らの友情、絆、そして成長の過程は多くの人々に感動を与え続けています。今後も彼らの新たな挑戦と成長を見守り、応援し続けることでしょう。最後に、あなたはどのように彼らの物語を感じていますか彼らの新たな挑戦にどのような期待を抱いていますか ぜひ、あなたの感想や意見を聞かせてください。弟と一緒に見ていて、弟がうっは、そんな質問するなよ。って言ってたけど、二人がキラキラな顔で答えてるのを見て、多分それまでこちら側にはわからない辛いことたくさんあっただろうけど、すっかり吹っ切れて前を見て進んでるんだなと感じ、二人を応援したくなりました。うどうさんありがとう。一年経って、 ずっとも分かったつもりでいても、ちゃんと言葉で聞くととっても嬉しかったです。もうファン同士であれこれ言うのもなくなればいいな。嬉しそうに話してたからよかった。バラバラになっても兄貴だということに。変わりはない。うどうさん。ありがとうございます。別に憎んでるわけではないからな。そりゃ元メンバーなんだし出てたら普通に見るよね。うどうさんの人柄、 頭の回転の良さ、また報道でも見たいな、活躍なさってください。三人を裏切りもん扱いしてた奴らは、そっちのけですな。まあ、二人のファンというより事務所の支持者って感じなんだろう。